はい皆さんお疲れ様です小川太平の事件考察室本日はですね兵庫県神戸市長田区のラーメン店龍のひげで発生しましたまあ、事件について本日はちょっとお話をしたいと思いますよろしくお願いしますタイトルはですねこれまで通り神戸ラーメン店龍のひげ199事件と いうことでねタイトルを付けさせていただきましたそして今回はそれにプラスして「構想は必至」というね、えー、ことをね入れさせていただきました、えー、まあ、これについてもねちょっとこの後色々いろいろ説明していきたいと思います、えー、まずね今回、えー、この動画をね見ていただく前にもしお時間がございましたらね、えー、863あと862というね この2つの動画を見ていただければ、まあ、その前にもね、えー、たくさんあります。今回、ホワイトボードを使った説明が6回目です。その他、ライブ配信機能を使った説明等もね、3回、4回出してるんで、この件に関してはね、もう10本ぐらい動画出してます。私も発生の翌日には、ラーメン店の現場にも行ってね、付近の方からお話、あと、この亡くなられた余嶋さんのお知り合いの方、またここに出入り業者、 の方々ということでね結構ねあの突っ込んだ取材ができてますまあたくさん動画出てるんですがつい最近出した動画862の方はね2名の者が関係者逮捕されていたんですが 釈放になりましたよという動画です。あと863っていうのは、えー、実行犯が映っている動画。まあ今回もね、その動画ちょっとね、流しますけども、ぜひね、見ていただければと思います。まず、概略ですね、おさらいになりますが、発生は2023年4月22日午前11時頃になります。ただ、防犯カメラの映像を見るとね、タイマーは午前10時50分を指しているんですが、この、 防火面のタイムと実際の時間がの整合性を合わせてないので、ね、よく5分10分ずれてることがあるんですねですからあえて午前11時頃というふうにしています今回亡くなった被害者六代目山口組三代目行動会の直参である港工業の、えー、港学組長こと四島学組長になります、えー、3代目行動会の直算ですから 1>, 1次団体、2次団体、3次団体の組長ということになります、神戸に唯一ある行動会の直系、行動会の関連ですね、行動会の枝の組だって神戸にはありません、ですから敵陣にまあ乗り込んでという言い方がどうか分かりませんけれども、敵陣に囲まれた中でね、えー、まああの頑張っていた方なんじゃないかなと。 いうことですまあ毎日大変だったんじゃないかなと笑っちゃいけないんですけど思いますけどね周り敵だらけのところに行ってね、えー、いたわけですからしかもラーメン店を経営していたもちろんねそういう飲食店経営するのが悪いと私申してるわけじゃないですよただ事情があったんですね1月までは店長がいたそうですがまあ何かのじ事情で理由で店長が辞めて新しく店長が来るまでの間 この芳島学組長が自分で厨房を立ってまあ以前からねスープ等の関係はね非常にラーメン愛が強くてこだわりがあった方で仕込み等はね芳島組長がやってたそうですで新しい店長が来ても仕事を教えるのは教えてたそうなんですねただ1月から店長がいなくなったので辞めていったのでまあ代わりにやっていたとただそれだけ考えるとね 三代目行動会の直さんの組長ですよ直さんの組の一番下の若い人じゃないですよ一番のトップはラーメン店のまあオーナーはいいんですよラーメン店で店主をやっていたしかも厨房に入ってやっていたっていうのはちょっとねびっくりしました通常ね人の家に入ってきたら「おら何やっとんや」ってなるんですけどラーメン店ですから人が入ってきたら「はいいらっしゃいませ」 っていうのが普通ですよねそうしたら知らない人が来ても迎え入れるわけですよただやっぱりラーメン店ってお客さんが1人ってことはないので何人かのお客さんが来るのでそういうお客さんの前ではそんなことはないというふうに思ってたのかもしれませんけどもこん今回ちょうどね営業前にねそういったことがあってまあ,あの事件が発生してしまったということだと思います防犯カメラ見る限り、えー、1名しかねまあ映っていません え、それで先ほどのね、八百六十二の話ですけども、実は二名の者がね、逮捕されています。え、将校隠滅等ですね。えー、元天皇組の頭補佐五月二十三日に処分保留で釈放されています。あと車の解体、えー、業者、まあ車をね。 解体して証拠隠滅し、ようとしたものものね5月19日に処分保留で釈放されてますえこの処分保留、なんでかなと思ったら、ですね要は本腰、要は実行犯が捕まってないのに証拠隠滅もないだろうと、単なる不起訴じゃないんだけども、処分保留ということで釈放されてますが、この2名については、 保護対象になってていますですでから警察が張り付いてる当然捕まって釈放されてなんかペラペラ喋られちゃいけないということで何かあっちゃいけないのでまあ保護対象として警察がついているというようなことですそういったのがあったさなかね今回その現場の防犯カメラが出てきたわけですけどもこの防犯カメラの映像からね実行犯を特定したというふうに私は見ています いろんな方がね、雇用認証なんですかとか、うん、顔認証なんですかと言うんですが、ちょっとね、えー、まず、防カメの、ね、映像。前回はね、ちょっとぼかしを入れてたんですが、もういろんなところに出回っているので、まあ、ちょっとぼかしをね、えーまあ、柔らかくして、ちょっと見ていただければと思います。ちょっとご覧ください。 当然これ見ていただければね、まあ、変装しているとかっていうレベルではないですよね、当然ですが、知ってる人が見れば分かるレベルだと思います、ですから、兵庫県警の組対、組織犯罪対策課のものはね、担当者は見てね、まあ、すぐ分かったんじゃないかなというようなことです、実は私の方もね、関係者に、まあ、当然兵庫県警も面割りしたっていうんですけども、私は、私もね、こう知っているというね、ものに見てもらって、 ます間違いなくそのものだ幹部だよという話がね出ています、複数の人、ねまあ、2名の者のが同じやつをね指している、あと他にもねもっとその組にいた者がね、えー、見たらまあ間違いないんじゃないですかって言ってることからねほぼそうなんだろうと。たただね今回この動画を出すにあたってまあ あるところから指導があってね、動画出すのはいいけど、まあみんなが出せばね、別だけど、まだね、出てない段階の時は申し訳ないけど、ちょっと顔にぼかし入れてくれないかとかね、あと名前、そのまま名前を出すのは、 控えてもらえないですかと。じゃあ、暴力団の幹部ぐらいはいいですかねって言ったら、まあ、それはいいんじゃないのというのでね、ああいう風な動画になりました。ちょっと私が説明をもう少ししとけばよかったんですけどもね。はい。なので、あのー、まあ、実行犯はあの男かって言って、別に釣りの動画でも何でもないです。私、普段、そういう釣りの動画とかサムネとかやらないの、皆さん知ってると思うんですけどもね。まあ、そういったことで、ああいうサムネとか動画になりました。ということで、今現在ですね、 あのこの動画を見ていただいたら分かる通りね、本当に入室から退室、まあ、こう入店から退店って言った方がいいんですかね、お店ですから、まあ、入室から退室するまで42秒間の仕事です、もちろんそれだけだったら、まあ、10秒あれば終わるんでしょうけど、いろいろね、どっか触ったりしてたら、指紋拭き取ったりとか、そういったのやってたんでしょうかね、まあ、42秒間、1分もしないうちに出てきて、なんかこうもどもどしてますよね。 うん、そういったのが写ってるというところをちょっと見ていただければいいかなと、あとその後救急隊が来てね、えー、まあ搬送しているところも写ってますあと警察の、ね、体制強化、これ、体制強化って警察が仕事をする上で体制強化しているわけではありません、何の体制強化かなというとですね、保護対象、まあ、今回今話しました、この2名もそうなんですけども。 この防犯カメラに映っているもののね、上のものがいますよね、うん、代表というんですか、組長っていうんですかね、会長っていうのかな、そこのね、ご自宅、もう相当厳重な警備に入ってます、え警察官、機動隊の人数も増えましたし、えー、この動画が出て翌日、企業からね、まあ私の動画が影響したなんて言ってるわけじゃないですよ、こういったのがね、私の所に来るぐらいなんで、いろんなところに来てるんです。いろんななものが持っってます普通に公に公たと いうところで、映、まあ、ってるものの、ね、関係箇所のところには、もう厳重警戒、えー、体制に入っているということです、この付近でね、えー、たまたま記者の方が行って、ちょっと車を止めた瞬間にね、ぶわっと警察に囲まれたといったような話もね、していました、当然ですけども、六代目山口組、三代目行動会の直参です、亡くなった方はね、えー、それから考えても、当然ですが、三代目行動,行動会、 のね直参の玉を取られたということでね、まあさすがに黙ってないだろうなと思います、私は別に、これね、あの構想を煽ってるわけでもなんでもないです、逆にどちらかというと、こういったことを知ってもらって、注意していただきたい、あのそういう関係箇所の近くにいるような方はね、あんまり出歩かないでいてもらいたい、もちろんやってる側もバカではないので、白昼堂々なんてことはないと思いますが、先日の町田の事件、わかりますよね。 ののの駅ビルの中のコーヒーヒショップですよあんなところでねバンバン撃たれていやいた方は相当驚いたと思いますよちょっと私ねいた方からインタビュー取れてないんで何とも言えないんですけどもそんなところでね拳銃ぶっ放すっていやーもうびっくりですそういったことを考えるとねえ今回もこれこの事件 え、構想事件になることは間違いないだろうと思います。どんな風にね、返しがあるのかわかりません。また今回、え、行動会の直んのね、港学ぶ組長ごと言島学部組長と、実際に実行犯側、 これ組と何かあったのか、それとも実行犯と個人的な怨恨なのか、それは分かりませんけども、そういった動機だとか、理由とかねえ、そういったことも当然え、警察は調べているんだろうなと思います、えただ、そういったことを含めてね、個人的な怨恨であって、組との、ね、何かがあったとしても、やはりまあ、さすがに黙ってないんじゃないかなと。 いいうふうふに思います、まあ、今回は警察の警備等が、ね、強化されていると、これからも、ね、ちょっとこの返し、構想がどのようになっていくのかというのは注視して、また情報収集としていきたいというのと同時に、実行犯、ほぼほぼ判明しながら、まだ逮捕されておりません、当然逃げているということなんですけども、その実行犯、今後、ね、どのようになっていくのかといったようなことも注視して、 いきたいと思いますまた何か新しい情報とありましたら配信したいと思います本日は以上になりますありがとうございました小川大平の事件考察室ではですねえ皆さんからの情報をお待ちしておりますまあコメントはもちろんですけどもえ何か事件の情報えご質問ご相談えそういったことがありましたらぜひ、えー、このテロップ出てると思うんですけれどもこちらまで ご連絡をくださいまたです、ね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかです、ね、そういったことがあれば、そういったものも,も,のもです、ね、ぜひご連絡いただければと思いますよろししくお願いします。